紅蓮にきらめく果実を白き螺旋が包み込んでいて、いちごにホイップクリームな。なんでわざわざ中二っぽく言うんだか。ねえ見てめぐみ、このバナナチョコクレープすごく美味しそう。私はどれにするかな。あれも食べたいですし、これも食べたい。全部食べたらお腹が破裂してしまいそうです。だったら全員で分け合うのはどうだ。あ、そうですね。カズマも一口いかがですか。荷物で手が塞がってんだから仕方ないだろう。仕方ないですね。あーん、うん、確かに甘くてうまいな。バナナのやつも食ってみたいと。よかったです。バナナのやつも食べさせてあげましょう。荷物を持ってもらってるお礼に今日だけ特別ですわ。その発言、まるで私がどんどん太ってるみたいではないですか。そう聞こえたか。聞こえました。撤回してもらおうか。私は断じて太ったりしていません。日々の爆裂散歩で食べた分は動いてますからね。めぐみんをおんぶして帰ってる俺の方が動いてる気がするが。そういえば今日は爆裂魔法を打ってませんでした。仕方ありません、今ここで打ちます。おい、仮想空間だからって原宿で打とうとするな。